え、こんにちは。青木さんと平野幸志です。失礼します。クロストークということで。お、どうした？クロストークというか。そういうのできるようになったの？え、できますよ、元から。もう幸志と会ったら、はい、大体今日学校行ってたんとか。そうですね。なんか何気ない話からあるんですけど、幸志、そう、最年少だからいちいちなんか気になるんですよ。ちゃんと学校行ってるのかなとか。ご飯食べてるかなとか仕事どうなんだろうみたいな思っちゃう。そういうの気にしてくれますもんね、いつもちんくんは。あ、気づいてる。はい、それ恥ずかしいわ。ちょっと、はい、すげえ大人だなって思います。大人だな。もうトークテーマ入りかけてるけど一回整理しよう、はい。今回のトークテーマは、相手のいいところを話し合おうということです、はい、けれども、はい、ありますか？え、ありますか？講師に対して、はい、何欲しいの？欲しいですよ、そりゃ。欲しいの？欲しい。講習からちょうだい、はい、先に。僕は、うん、まあ、さっき大人とか言ってたんですけど、うん、ジン君は、うん、気遣いがすごいんですよ。例えばファンミの打ち合わせとか、うん、イベントで何やろうっていう時も、うんうん、絶対意見とかも考えてきたり、その終わった後とかの黒板に書いたりするんですよ、やったこととか、うん、そういうのを全部ジン君が消してくれたり、うん、椅子とか片付けるの率先してくれてやってるんです。してるっけ、俺。はい、俺僕そういうの結構見てるんですけどジン君そういう気遣いとか、そういう運んだりとか物あーってなってる時に運んでくれたりとかっていうのをすっごいやってくれるんですよ。やめろ結構見てますよね、僕ちゃんと見てる。そういうの最近さ、講習がなんか俺のことをすごい懐いてくれてんだなってより思うようになったの、はい、なんかあったの？え、でもなんかね、ずっと俺の方見てニコニコ笑ってんの。俺がいじられてるの見ても嬉しそうに笑ってるしジン君最初のイメージはジン君ちょっと一番上だし、うん、ちょっと怖いのかなって感じだったんですけど、言われたわ俺も。でも最近すっごくいじられるじゃないですか。最近増えたね。いじられるっていうかムードメーカーなんですよ、ジン君。いや、そんないいもんじゃないけど。本当にムードメーカーみたいな感じで、うん、すっごいジン君を介してみんな話が回ってる感じで、うん、うわ最年長だよねだからジン君がいじられるの見ると笑っちゃうし、いじりたくなっちゃうんですよ。あ、そう、はい、なんか喋るようになったね、講習。ほんとですか？うん、最初の頃とかうっす、あ、マジか、うっすだけじゃなかった緊張してましたね、多分。あ、そう。なんかどういう絡めばいいか分かんない。なんかどっしりしたね。どうすか？でもそれこそ俺講習のいいところってそこだと思ってて、あんまりそれこそ最初の頃緊張してたんじゃないかって言ってたけど、はい、こっち伝わらなくて、え、どこ行ってもどっしりしてるっていうイメージなの、はい、講習って、はい、だからそれこそサンプラスの中で、はい、なんか意見ちょうだいみたいになってもなんかすって、まあ、そんなところで緊張しないだろうけど、仕事の現場一緒になったことないけど、そのサンプラスで映画撮ってたじゃん、あの時とかも全然なんか緊張してるなみたいなの全くなかったし、物おじしないって言葉合ってる？合ってます、ね、合ってる、はい、物おじしないっていうかどこ行っても年ってしてる講師はすごいと思うよ。ありがとうございます。俺なんかどこ行ってもフラフラしてるからいや絶対そんなことないと思う。羨ましいですけどね嬉しい、本当に、はい、でもメンバーの他の人にもそれ言われました。どっしりしてるああ、じゃあ多分そうなんだよきっとでもちゃんと年下っぽくなんかお兄ちゃんお兄ちゃんみたいなみんなに言ってたりもするから、愛される講習ですよ。やったっていう話ですよねそのまんま愛される人間ですよ本当に。はい、まあまとめましょうか、はい、講習、気遣いが素晴らしい、うん、はい、講習は、物おじしない、そしてみんなから愛される年下の講習です。はい、またお話しましょう。恥ずかしい。じゃあねー。ありがとうございました。